あなたもあの茶番劇は見たでしょう。原因は究明済みです。コードネームプロトタイプ T04 のアバターユニットがミュータントのデータにすり替えられたのです。それゆえリックが T04 のユニットを呼び出した際に誤ってミュータントのアバターデータが呼び出されてしまったのです。アバターデータベースの利用履歴を調べ、データ修正の権限を持つ管理者アカウントを絞り込み、犯行推定時刻と照らし合わせてみました。プロトタイプ T04 のデータユニットはほとんど利用されていません。直近の利用履歴は2ヶ月前。そのため犯人はほぼ特定できました。容疑者の名はセミール、ハガードのエクセキューターです。職歴は短いものの能力は突出しています。本来であれば前途洋々な若者と言うべきでしょう。ただ残念ながら能力と同じく際立っているのが性格の悪さです。最悪ってどれくらい？相当な変人という噂です。しょっちゅう揉め事を起こし、自分にしか笑えないいたずらに熱中しているとか。そのため彼女と付き合いのあるものはごくわずかです。1ヶ月前、彼女は行き先を明らかにしないまま消息を絶ちました。今日お越し願ったのはあなたにその問題を解決していただきたいからです。どこから調べるべきかな。手元の記録では彼女はよく地上の隠れ家に滞在していたようです。まずはそこを調べてみてはいかがでしょう。後ほど隠れ家のデータをお送りします。プロトタイプ T04 のデータを返してもらうだけでいいのです。データベースに虚偽のデータをアップロードした責任は追及しません。この騒動が早く収まればいいのですが。
セミールのお家へようこそ。残念ながら今日は仕事が忙しくてお客様をお迎えできないの。私に用のある方は事前に予約してね。では天気予報は1、任務の依頼は2、司会試験等は3、食事のお誘いは4を押してください。では復習は引き受けたわ。あなたは91番目。抽選結果を待っていてね。結果発表はだいたい2週間後。まったく、なんでみんなボコボコにされたいんだ。宅配便ならドアの前に置いて。え、宅配便？あれ？ベンジスの宅配業者じゃないの？俺はハガードの。え？歯が、ああ、もう忘れかけてた。へえ、あいつら、結局あなたをよこすことにしたんだ。ドクター・ホアキンが、プロトタイプ T-04 のデータを返してほしいって。こんな時は普通、うやうやしくデータを差し出すべきなんでしょうね。でも、私が嫌だと言ったら？博士が言ってた。データさえ返してくれたら他のことは。向こうが良くてもこっちがダメなの。じゃ、そういうことで、バイバーイ。あの、あなたも彼女に会いに来たの？君は？私はシューマー、エクセキューターよ。俺はドクター・ホアキンに頼まれて、セミールがすり替えたアバターデータを取り戻しに来た。知ってる。さっき門前払いされるところを見たわ。もしよければ、私にやらせてもらえる？私の史上最高の謎々を解けるなんてすごい。あなたお名前は？どうやって解いたんだ？他にも押す順番に工夫があったりするのか？いえ、そういうものは別に。名前は？あの、シューマーよ。どうかした？あなたの名前を大声で言って。私は、ファファ。ファファ？
中に入ってみましょう。誰もいない。はあ、やっぱりそんなにうまくいくはずないわよね。俺たちからかわれたのか。でも無駄足でもないはず。ここは彼女がよく立ち寄る場所よ。手がかりを残してないか調べてみましょう。 D04 のデータが見つかったらあなたは報告に戻るといいわ。ネズミちゃんはネズミ捕りのチーズに飛びつくってね。あら、もう手遅れだった。満足してもらえたかしら。爆弾タイマーを解除すればここを出られるわ。でも失敗したら仲良くあの世行きね。チクタクチクタク、時間が経つのは遅いわね。この目で見られなくて残念だわ。今回はただの毛。もうこんな幸運はないと思いなさい。シューマ、大丈夫か？ええ、大丈夫。あの子ったら。リボンの中からこのメモを見つけたの。ベンジスのホテルの住所が書いてあるわ。ベンジスのホテル、これをセミールが置いてったのか。メモには住所がはっきり書いてある。多分そこで会おうという意味でしょう。もしくは私にも彼女の考えてることはわからない。彼女は変人なんだってね。クレイジーという言い方が正しいかもしれない。ひどく扱いづらい人であることは確かよ。せっかく脱出できたんだから早くここを出ましょう。この部屋にはまだ他にも罠がありそうよ。私はベンジスであなたを待ってる。早く戻ってきてね。ファは私ですが。ならこれは君宛てのものだ。うちは開業して1年ちょっとになるが、この辺で他にファファという名前の子はいない。シューマ、どうした？あ、来てくれたんだ。今ちょうどオーナーにセミールの話を聞いてたところよ。
いやだから何度も言ってるだろう、セミールなんてお客さんはいないって。なんかの間違いじゃないのか。じゃあその荷物は一体どういうことだ。オーナーはセミールとは面識がないって。彼女は身分を偽ってるのかもしれない。だからオーナーに最近怪しい人物を見なかったか聞いてみたの。それなら俺に聞いて大正解だ。怪しいといえばこの荷物を預けに来たやつが一番怪しい。もしかしてスラッとした金髪の女の子じゃなかった？スラッとした金髪の女の子？いやいや、そんな美少女じゃなくて、背が2メートル近くあって横幅もでかいやつだった。でもそいつ頭のてっぺんからつま先まですっぽり覆い隠すような格好をしてたな。喋り方もよそ者っぽかった。どう見あのこの荷物は確かにその怪しい人が私に残したものなの？そうさ、そこにファファ様って書いてあるだろ。間違いなく君宛てだ。それが本当にセミールの残したものなら中身は爆弾かもな。いえ、セミールはここにいる人たちを傷つけたりしないわ。荷物を開けてみましょう。シューマ、この手紙にあるタオとファファって君とセミールは知り合いなのか？ごめんなさい、隠すつもりはなかったの。あの子と私は子供の頃から一緒に育った親友同士。タオとファファ、ふざけた名前でしょ。ルーシーばあちゃんがつけてくれた名前なの。私たちはおばあちゃんに引き取られた孤児。ここは私たちの育った場所、私たちの家なの。タオは私より2歳年上。子供の頃からやんちゃで、私はいつもいじめられてた。今考えるとすごく悪いお姉さんよね。でもあの頃、彼女は私の一番の憧れだった。金魚の糞みたいにくっついて歩いて、一緒にふざけては問題を起こして怒られてた。タオはよく言ってた、大きくなったら冒険家になるって。私も彼女の助手になって世界中を旅しようと思ってた。幼稚な夢よね。そんなことがなければその幼稚な夢を叶えられてたのかな。あんなことって？タオが奇病にかかったの。ベンジスで一番のお医者さんでも手の施しようがなかった。それでカレイドさんがハガードに治療を依頼してくれたの。彼らがタオを連れ去ったあの日以来、私たちは一度も会ってない。それきり一度も会ってないのか。タオがいなくなってしばらくは時々手紙が届いた。私は彼女がすぐに自分やおばあちゃんのところに帰ってくると無邪気に信じてた。私は彼女を探したい一心でハガードのエクセキューターになった。でも彼女は多分まあいいわ、人探しは一旦諦めて
おばあちゃんのところに付き合ってくれない？もう長い間帰ってないの。おばあさんは一人でここに？ええ、私は忙しくてあまり帰れてないけど、今も一人で暮らしているわ。幸いなことに今は元気だし、みんなもいろいろ面倒を見てくれるから安心だわ。ただ、さすがに年だから記憶も曖昧みたい。何かおかしなことを言い出しても気にしないでね。おばあちゃん、ただいま。あら、まあ、タオじゃないの。早くおばあちゃんに顔を見せてちょうだい。おばあちゃん、私だよ、母だよ。母？まったく、あんたたちはいつもそうやっておばあちゃんをからかうんだから。あんたはどう見てもタオでしょうに。あんたたち二人は私が育てたんだよ。いくらボケたからって間違えるわけないでしょう。タオが帰ってくるのはいつ以来だろうね。ファファはずっとあんたのことを待ってたんだよ。毎日あんたを探しに行くって、それはもううるさくてね。おばあちゃんたら、そうやってわけのわからないことばっかり。まあ、おばあちゃんになんてこと言うの。あら、そこにいるのはあんたのお友達かい？よかったね。いたずらっ子のあんたには友達ができないんじゃないかっておばあちゃん心配してたんだよ。おばあちゃん。はじめまして。シューマーと一緒にセミールを探しているものです。パパを探しに来たのかい？あれ、まあ、歳を取るのは嫌だね。この間あの子が来てタオ宛ての手紙を置いてったよ。あれ、早く読んでごらん。あの子帰ってきたの？でも、ここに住所が、セミールの文字で、そこで待ってるって書いてある。あんたたち、この後大事な用があるんだろう？まったく、あんたの大好物を用意して喜ばせてやろうと思ったのに。おばあちゃん、ごめんなさい。私、タオは、また今度会いに来るね。いいんだよ。若い人はいろいろ忙しいもんさ。気を使わずに行っておいで。だけど、安全には気をつけるんだよ。帰りを待ってるからね。ついてきて。シューマ、言いたいことがあるみたいだね。タオのメモにあった住所だけど、ハガードの書類で前にちらっと見たことがあるの。確か新規プロジェクトを進めてる極秘研究所だったはず。プロジェクトってどんな？アバター技術の応用だったかな。私もちょっと見ただけだから詳しいことはわからない。私のアカウントではその手の資料は見られないの。もしかしてタオはそのプロジェクトに関係してるのかも。いくら探しても彼女の情報は謎のベールに包まれてるみたいに一切表に出てこなかったもの。
本当言うと今のタオは他人みたいに思える。多分タオは私を避けてるんだと思う。別れて何年も経つんだもの。彼女はもう私の知ってるタオじゃないのかも。つい余計なこと考えちゃった。じゃあ研究所の入り口で会いましょう。今度こそ答えが見つかるといいな。遅かったわね。あそこが研究所の入り口。でも中の様子がなんだか変なの。どういうこと？さっき衛兵たちが研究者を護衛しながら慌ただしく出ていった。まるで緊急避難してるみたいに。セミールと関係あるのかな。中に入って調べよう。準備はいい？急いで研究所内を調べましょう。やっぱり誰かの悪巧みね。研究所のセキュリティシステムがハッキングされた。1時間後に自己消滅プログラムが強制的に実行される。だからあんなに慌てて避難したのね。ディスプレイの情報を見て。この謎の侵入者ってまさかセミール？わからない。私たちをここに呼んで何をする気なのかしら。手当たり次第調べてみましょう。あんなに慌てて撤退したんだもの。きっと手がかりを残してるはずだわ。細かいところにも気をつけて。パソコンの画面、散乱する書類なんかにも意外な発見があるかも。
ドアが開いた。警告はしたわ。今度は本気よ。チャンスはあげるわ。非常口のコンソールはこの中よ。二人とも自力で何とかしてみなさい。扉が開いたぞ。急がないと。何をしたんだ。私も知りたいわ。奴らは一体何をしたの。魔王を倒してもお姫様は目を覚まさなかったなんて。ああ、なんて残酷な結末かしら。なんてざまなの。あの時の私と同じくらいかわいそう。君は一体何者だ。いい質問ね。誰だと思う。タオ、それともファファかしら。全部君だったとは。ふざけてるのか。ええ、そうよ。本物のシューマーはあのタンクの中で眠ってるわ。ね、今どんな気持ち？失望？それとも恐怖？それとも馬鹿にされて怒りと困惑が渦巻。一体何がしたいんだ？何がしたいかですって？ずっと彼女を探してきたわ。顔を知っているし、あれは本当の彼女じゃない。彼らは私の友になりすまし、自分のものであるかのように振る舞。シューマ、つまり T04。 これを探していたんでしょ。 T04 のオリジナルデータよ。共に育った人がこん
なちっぽけなチップの中で生きているなんて、もう見たくないわ。あの姿で目の前に来られると気分が悪い。セミール、聞いてくれ。彼女をハガードに渡すつもりはないわ。戻ったらドクター・ホアキンに伝えて。どんな結果でも私は受け入れるから。セミール、タオネーに会いたいわ。ドクター・ホアキン、申し訳ない。状況は分かりました。セミールと来たら全くふざけたことを。ふざけたこと？セミールはシューマーと一緒に。大丈夫、二人は無事です。 X7 研究所に急行した緊急処理部隊が現場の状況を知らせてきました。セミールは自己消滅プログラムを止め、部隊が到着する前に T-04 を連れて逃げたようです。未公開プロジェクトです。ハガード内部でのコードネームは X7、 化身計画とも呼ばれます。計画の目的はアバター技術をベースに対象者のアバターデータを定量化して、その他の個体に安全に適応することです。簡単に言うと、個体自身が意識を維持し影響を被らないという前提のもとで、他の個体の実際の形態を模倣するのです。でも技術の応用に入る前に、対象者のアバターデータをいかに分割し体と意識のデータを切り離すかという非常に重い技術的課題を克服せねば。そのために我々は計11名の対象者を募り被験者としました。 T-04 もその日、 T-04 の名はシューマー。そう、あの子のことは覚えています。強くて楽観的な子でした。奇病にさえかからなければ我々のところに来て苦労することもなかった。彼女は他の10名の被験者と共に初期の実証実験に参加しました。意識の剥離手術に最後まで耐え抜いたのは T03 と T04 の2。 T04 の状況は非常に複雑です。我々はアバター技術を使って彼女の身体データを入手し、特殊な編集手法を用いて病を治療しました。しかしデータを再融合しようとした時、アクシデントが発生したのです。両者の拒絶反応は凄まじく、我々は彼女の意識と身体のデータを別々に保存するしかありませんでした。 T-04 はそのために意識を喪失した状態から回復できなかったのです。セミールがこんな大騒動を引き起こす以前から X7 研究所は T-04 の最新の身体データをもとに仮想人格を作成し再融合を進めてきました。それが成功すれば T-04 はまた目覚めるはずです。 T-04 との関係を思えばあの子の気持ちも理解できます。ですが本部が彼女を指名手配するのが彼女にとっては一番いいと思います。 私もこんなことは望んでいません。ですがセミールの今回の行動はあまりに度を超えています。この件はこれで一段落ですね。お疲れ様でした。また新たな展開があれば
ご連絡します。やっぱり私を選ぶと思ってた。Thank you.